そこまでそれぞれが、気持ちを強く持っていく、そんな練習にな、じゃあ行きましょう。力ビーせよ。はいはい。特にお前やばいし、お前昨日間引きしたらしいんけ。任せよ。してもで、え、ダメなんすか。なる。ダメなんすかってお前。失礼します。先輩。先輩、おはようございます。うん、おはようございます。今日の天気は晴れです。なる。あの日ドル。いやまだ来てないです。なる。てか先輩、昨日から僕の財布がないんですけど、先輩知らないですか。知らんの。誰が盗んだんじゃん。そんな変なやついますかね。何じゃそんなやつ。どうするかや。そんな怪しいやつですか。うん、いやもうまだどけ。まあまた探しておきます。お願いします。ね、あのこのチームは異常よ。異常、もう強いとか弱いとかもそういう次元の話やない。異常、こんなな実色悪い性格したやつが平気でおんねん。そういうチームや。そうすいません。あれ、何回同じこと言わせるな、先生に。何回も何回も反省しとらんや。変わる気がないやな。あ、まあ、はっきり言うわ、お前みたいなやつな、ろくな音にならへんぞ。もう社会のゴミクズ。すいません、あれ社会のゴミクズ。気持ちわかるけど向きなんなって。将来のことやぞ。監督も意地張ってるだけやから、俺って謝ったら許してくれるって。お前みたいなやつおるからね、日本悪くない。待てや、クソじじい。お前いくらなんでも言い過ぎやろ。自分がどんだけ偉いな。買わないよ、全否定する資格がお前のどこにあんねん。万引きしました。万引き？今回でバレるのは8回目です。まあ、以前にもやったことあるんですけど、バレてないものを含めるともっとすごいです。何じゃこれ。まあ、これ買わない、買ってきてくれ。ガチこの量。お前ほんま金あんな。ええ。あ、よかったら後で翔太さんも。あ、後でもらうわ。あ、すみません。皆さんもお菓子食べましたよね。皆さん共犯ですよ。えうえ、お前でこれ、翔太。はい。お前何や、お前普
通の顔でミーティング参加しちゃうね。え？言うなあかんことあるやろ全員に。はい。僕のせいでチームみんなに迷惑かけて本当にすみませんでした。すみませんで済むかバカだろお前。なあ、散々頑張ってきたみんなのな、チームの輪を乱して。え？ちょっと待ってくださいよ。翔さんばっか目立ってるんですよ。みんなだってダメなとこあるでしょ。先輩たちだって監督のミーティングが長い時眠たそうな顔してるし、1年も監督がいない時ダラダラしてるし、僕だって最近調子良くてバレてないですけど、あのジュースとかネックレスとかバスゴールまでめちゃくちゃ万引きしてるし皆さんだって同罪ですよ。翔さん、はい、おはようございます。あ、こちら、僕最近アクセサリーハマってて、こちら翔太さん似合うと思って持ってきたんですけど、え、最近お世話になってるんで、ずっとありがとう。多分似合うと思います。つけろ。はい、はい、まだ万引きしろか。はい、出ろ。はい、嘘だろ。お世話になっております。あ、保護者会長さんですか。先生、一つお聞きしたいんですけども、ええ、部員を引いてしまった場合って、部費から治療代って出るんですかね。はい、ええ、あ、そうですか。大丈夫？なんか喉が痛くて、なんか体もだるいから、ちょっと多分風邪やと思う。いける？もうすぐ練習試合。あ、そっか、練習試合か。さすがにみんなに移したら迷惑な。まあ、でも移したくないし、それまで移してもたあれしな。ちょっとしょうがないです。練習今日休んとこ。それはしょうがない。あ、監督から俺から電話しよっから。うん、頼む。ごめんな。いや、それはしっかり休んで、ね、うん、まあ、練習でもあるし、待って練習頼んで。
よし、これで絶対にバレることはない。